はい、どうも、イートボールチャンネル、まあ、オールグリーン編でございますね。今日、パイセンです。パイセン。もう、多分、見てる人からしたら、誰って。この、見た目で、ね。あのね、行く先々でね、お前誰みたいな顔される。そんなに変わったかって、まあ、変わったか。変わったっすね。金髪から、黒になり、はい、短髪になり、はい、社会に適合しました。はい、はい。なんかこんな感じで撮るのも初めてですよね。そうだね。なんだかんだこう川村くんのチャンネルは見とったけど、こうやって出させてもらうのはバンドの動画以外では初めて。初めてですね。よろしくお願いします。まあね、ちょいちょいなんかこうオールグリーンとして発信していければっていうのでね。今日何をやるかっていうとね。なんか今日 LINE でね、あのパイセンがね、面白いネタあるよと言ってくれてね、撮ってるわけなんですけど、僕もね、ちょいちょいアニメとか見てたんですけど、ガールズバンドパーティー、バンドリやね、バンドリ、バンドリ、ガールズバンドパーティー、やばい、にわかなのが出ちゃう。あの、まあ、アニメ、音ゲーだね。元はスマホのソーシャルゲームが元で、アニメとか、まあ、声優さんが生バンドやって、ライブやったりとかっていうコンテンツでね、まあ、あの、まあ、何を隠そう。そこの劇中で使われてる楽器がね、ESP。僕もあの ESP の GCA、ギタークラフトアカデミーってところを卒業しておりまして、まあ、今使ってるベースも日本ともね、あのナビゲーターって ESP 系列の一番ええやつ、ね、そう、俺もギターは ESP、 ESP、はい、スナッパーだったりアローだったりね、使ってるっていうことでね。まあね、今回パイセンが、その、マイゴーっていう、バンドですか、 そうだね、その劇中の中の、長崎ソヨモデルのベースを買ったんですよね。そうです。で、なんか宮城はこの一本だけ？宮城は初回入荷はこの一本だけ。おお。ってことでね、ちょっとレビューしていこうよみたいな感じもある。そうだね。まだね、ちゃんと見てないんですけど、仕様とか見つつ、ちょっとせっかくなんで開封していこうかなっていう。ジャガーベースになるんですかね、これ。ジャガータイプのボディに。まあ、ジャズマスではないよ、形的に。で、ヘッドはまあ、あれですね。オーソドックスの ESP の、なんだろう。アメーズとかのシェイプ。そう。まあ、とりあえず開けてみますか。行きましょう。ケースはギグバックですね。そう。これはギグバックだね。でん。でん。こんな感じ。でん。でん。でんでん。おー。ESP やだね。そう。もう僕ね、初めて買ったベースがね、エドワーズでね、このケース初めて来た時はテンション上がりましたよね。なんかこう、他の高校生とはちょっと違うっていうか、なんかこう、この、なんていうの、この、やっぱ ESP のブランドね。このね、ブランドロゴ入ってて。ね、まあ、ESP っていうのは今、大きく分けるとグラスルーツ、エドワーズ、E2、ESP ナビゲーターみたいな。あともう一つあって、最近エドワーズプラチナムっていうエドワーズプラチナムモデルがあって、より ESP に近いエドワーズみたいな。エドワーズの中でもちょっとハイエンドみたいなやつもある、まあ、値段帯によってその細分化されてるブランドっていう感じなんですけど、その中でも、今回こいつが、グラスルーツと ESP の展開のうちのグラスルーツの方ですね。そう、廉価版ちょっと、リーズナブルに変えてます。初お披露目ということで、ね、そうですね。じゃあパイセン、じゃあ開封してもろて、じゃあ開けますよ。ふん。勢いがすげえな。いくぞ。はい。よいしょ。おお。結構ずしっとしてて。ずしっとしてますね。この
まあ、ボディで、まあ、ブロックインレイですね。そうだね。ブロックインレイで、12フレットにバンドのロゴが入って、はい、で、バンドの、バンドリの、そう。そのロゴだね。ロゴと。で、12フレットがバンドのロゴと。そうそうそう。で、バックが、これは2ピース材ですかね。ここで多分。そうだね、なんか線が入ってるから、ここでこう接合してるっぽいね。はい、2ピースの、まあ、3バーストですね。で、パッシブの仕様。パッシブだね、これは。おー。本家の、まあ、ESP モデルだと、確かセイモアダンカンかなんかのアクティブアー。ピックアップがついてる。うんうんうん。なるほどなるほど。まあ、スペックを見ていきますと、ボディがアルダー。アルダーだね。で、40ミリ。結構ね、多分重い。多分4キロ、4点何キロ。4キロ前半から中盤ぐらいの重さしてますね。うん。で、ハードメイプルのネックと指板になってて、スケールが、ロングスケール864ミリの、うん、でボルトオンになって、4点止めですね。このスタンダードの4点止めの仕様になってます。そうだね。でフレットが21フレット、の仕様ですね。まあ僕のナビゲーターとかでも21フレットまず、あ、一番スタンダードなフェンダー系とかの仕様になってくるんでしょう。うん、で、チューナーがWSC-JB45。 まあ多分あれだよね、この辺はやっぱり ESP モデルとかだと、あの何やっけ、後藤とか、あとはなんだヒップショットかベースのチューナーだと、そこが多分オリジナルの、そう、まあコストパフォーマンスモデルのやつになってる。そうだね。ピックアップもそうですね、うん、GJ1CNGJ1、まあ、弾丸タイプのなんかこう似せた感じのやつなんですかね。うん、で、まあ基本的に、パーツのカラーはクロームで、コントロールが、今5個ついてるんですけど、ダミー、そう、2つ、多分これ2つが効いてなくてダミー、まあ飾りみたいな感じで、これがフロントのボリューム、これがリアのボリューム、うんうん、でこれが多分前後共通のトーン、はいはい、っていう形の多分2ボリューム1トーンっていう形ですね。で、バタミが入ってて、まあ見た目はほぼほぼ、うん、まあ、あの本家の ESP のやつに近いよ、うん、まあ若干あれかな、あの ESP のようかなんか写真の印象だけど、ネットとかホームページに上がってる写真の印象だと、こっちの方がまあ若干色濃いかなっていう。なるほど。暗めの色になってるかなっていう。ほうほう。で、ここも多分 ESP のやつだと ESP ってなってるんでしょうね。なるほど、なるほど。でも、パッと見た感じ、なんかこう、グラスルーツってもうちょっとこの、フレットのとことか、そう、なんか割と荒そうな感じのイメージですけど、まあ言い方悪いけど言い方悪いですけど、めっちゃいい感じ、うん、なんか普通に、なんすか、あの ESP とはいかずともエドワーズとか、うん、作りはめっちゃしっかりしてる、まあ、当たり前ですけど ESP やっぱり、うん、なんかその値段帯分けてるとはいえ、うん、全然なんかポジションもめっちゃ見やすいし、だからこれそう思ったんだよ、なんか裁判のトットが多分普通のベースより大きいんだよね、うん、大きい、そう、あの僕なんかね、あの見づらいから、これね、これ見づらいからこれが、あのこういう風にね、こことかね、あのシール貼って拡張してるっていうかね、大きくしてんすよ。
やっぱね、年取るとね、俺らぐらいの年に見えなくなってきて、見えないよね、正面見えなくなってくるから、ね、暗いしね。すごいなぁと思います。うん、結構こう、バンってなるしね、すげえ、全体でなってる感じが、うん、何もあるね。やっぱり、なんかオリジナルとはいえ、ブリッジもしっかりしてるし、うん、なんか特に、その、あんまり、何、コストパフォーマンス帯の、ゆえのなんか妥協点みたいなところは、あんまり見られないのかなっていう。そうだね。うん。感じではございます、ね。まあ、強いて言うのはなんか、ちょっと、あれだね、こう。多分木くずがまあちょっと乗ってるぐらいじゃん。まあそれはね、あの多分組み込みはあの向こうの大陸でやってるんでしょうから、まあメイドインチャイナって書いてあるから。うん、最近チャイナでもね、全然使える。クオリティどんどん上がってきてるんで。うん、ベース川村くんもやってるし、こうオールグリーンで曲作っていく上で、まあベース一本あってもいいかな。って感じで、確かにこれで音も良ければね、うん、デモ作る時とか、うん、あとそれこそパイセンなんかそのちょっとしたなんかオケとか頼まれたりする時とか、ベースも、ね、歌謡曲にねダークグラスのそう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 びっくりして、仕事でね歌謡曲のあのなんかベース入れてくださいみたいな仕事を受けたんですよね、うんうん、それの音作りをね、なんかあの音がいいからっつってダークグラスのプリセットでやってて、めっちゃくちゃ面白かった。なんか他の人に聞かせたら、いやベースの主張でかすぎんみたいな。いや俺結構絞って抑えめな音作りしたつもりなんだけど、いやベースの音、いやマジで自己主張しすぎやろって。分かる人には分かるんだなって思ってさ。まあ、そんなこんなでね、ちょっと、この後ね、この音も実際にね、LINE に乗っけた時にどんぐらいの、まあ、音が出んのかっていうのもね、あの普段、それこそ僕が、ナビゲーターで弾いてる、僕のバンドの楽曲を、ちょっとこれで弾いてみて、まあ、どんぐらい差が出るのかっていうのをね、ちょっと検証していきたいと思いますので、ぜひ聴いてってください。よろしくお願いします。よろしく。はい、実際にね、OBS で、今キューベスに、これはオーディオインターフェース直ですかね、でいつも使ってる、僕デモとか使うときに使う、ニューラル DSP のパララックスに、つないで、まあ、いつも使うプリセット突っ込んで、ちょっとコンプで整えてぐらいの感じでございます。で、まあ、ドロップ D に変えました。しやすいっすね。やっぱ本業のベーシストが低い。違う。結構弾きやすいんだよな、これ。フロントボリューム見えるかな。はい。フロント、リアでトーンですね。でフロントを絞ると、なんかこう硬い音というか、もうちょいなんか語彙力ないの。結構肺から上だから、まあ、アタックの音が出てくる。あーやっぱ違いますね。食レポと逆になって。いや俺まあ食レポは事故るけど楽器レポはね結構自信あるよ。俺逆に楽器レポ自信ないっすよね。楽器やってんのに。音作りとか割となんかその主観というかなんか自分の感覚でいい音っていうのは分かるけど、なんかこうソムリエっぽいことは全然苦手ない、まあでもでリアを絞るとっぽい音に近づく。
した音よりだよね。そうっすね、なんかこうあんまアンサンブルに埋もれた音というか、そう攻めのなんかそのバンド自体、迷子自体もそう結構聞きましたけど、なんかちょっと、まあ、攻撃的まではいかないけど結構パンクっぽい、そうっすね、バンドだからね、結構どっちかっていうとカップレイでみたいなスラップの音いいっすよね。なんかスラップしやすい。多分あの R があんまりないから、スティングレイとか近いの。何それ？ロータリーすごいやりやすいです。やばすぎでしょ。俺ちょっと川村くんを振ってました。まあ普段ナビゲーターで撮ってる僕らのバンドの曲をこれで弾いてみて、どんぐらい違うのかというか、まあ、そういうのもねちょっとね、うちのアーチャージオブショットっていう曲をね、確か多分ね同じプラグイン使って撮ったと思うんで、こっちで、やってみたいと思います。お願いします。じゃあ行きます。どうでしょう。いいね、ゴリッゴリじゃない。ね、結構割とパッシブのグラスルーツでこの音出るんだったら普通に使えますよ。ね、いいね。めちゃくちゃいい。リクあの親友っていう形じゃん。どう握った感じとか。あのね、なんかやっぱそのなんだろう、もともとそれこそセクターとかに近いのかな、セクターのベースとか、うん、あとやっぱあのスティングレイのもうちょっと弾きやすくしたグリップみたいなイメージ、うん、結構なんか俺普段ギターが薄いタイプ、結構ネック薄いギターいっぱい使ってるから、こうキュッて手になんか馴染むっていうか、裏もサテンフィニッシュで、グラスのギターって、まあ、今あれオールグリーンで使ってるアローとかあれグラスフィニッシュだけど、前まで使ってたメイワンスとかそれこそ ESP のスナップはこのサテンフィニッシュ、サーサルフィニッシュだから、それに結構近いなっていう。確かに確かに、なんか手に馴染みますね、うん、だからこうそれこそさっき言ったようにあのポジション、横のポジションマークもねめっちゃ見えやすいんで、そう、なん
かプレイヤブルの面ではめちゃくちゃいいんじゃないですかね、うん、なんで、なんか遠い？やっぱバンドリ好きで、で、まあ普段普段自分のバンドやってたり今やってなかったりどっちでもいいんですけど、やっぱりこうなんかあのなんか自分の好きなものの、 あの同じやつ欲しいけど、なんかあの何十万もかけれないよって人にはめちゃくちゃコスパがいい楽器なんじゃないですか、ね、そうだね。やっぱり何がいいかって、このちゃんと高いモデルにも入ってるこのバンドのロゴが、ね、バンドロゴねしっかり入ってるっていうのがポイント高い。オタの人からしてみればこういうの一番大切ですからね。いや一番大切ですいや普通に弾きやすいんだよな。なんかねえ、あの僕だったらスタジオとか一本置いといて、なんかちょっと今日自分の楽器スタジオ練習の時持ってけないな時とかはこれでいいようなぐらい、めちゃくちゃなんか俺らの時のこの7万円くらいの値段帯の楽器っていうのはもうちょいなんかちょっとあれだったような気が、まあうん、あれだったよね、あれだったなっていう印象ですね、うん、なるほどね。いやさすが ESP、 いやマジでなんかESP ビーキするわけではないんですけど、やっぱりしっかりしたもの作ってますよね、うん、ESP。 そうですね、やっぱなんかそのプロのアーティストとかがまあ使ってるだけあるなっていう印象でございました。でこれを買うとねやっぱりオタクならね、まあ楽器園でやっぱこれですよね、サインカードだよ、ね、そういうのもやっぱついてきますよね。そうそう、これなんだろう、ちょっと上げてみようかな。こういう風にで、のー声優さんの長崎そよちゃんの声優さん、やべ声優さんの名前が出てる、嘘でしょ俺あれなんだよ、声優さんよかあのちゃんとキャラが押してるから、そうとか、あとはまあ保証書、まあシリアルナンバー書いてあるから書くすけど、こういうふうにちゃんと保証書が付いてきて、 ESP とかだとね全部保証書が付いてきて、 ESP 系列のビッグボスさんとかで買うともう調整もずっとタダでやってくれるし、いやこれが一番でかいっすよね。そう ESP の何がいいかって、その保証っていうかアフターケアが一番しっかりしてるっていうところはこれもポイントが高い。あとはやっぱオタクならね、サインカードもだけどこれですよね、でん、これ何ですか？これはね、あげてみましょう。これはポスターだけど、これが上か。ちゃんとキャラクターのソヨちゃんのポスターもついてきて、でん、こう、うん、こういう風に、多分反則用のこう楽器屋さんとかに飾るポスターなんでしょうけど、これ嬉しいっすよね。ね、ちゃんとついてくるから。まあ多分これはあれ安いモデル、他のなんだろうポッピンパーティーとかロゼリアのギターとか買っても多分全部ついてくる。あこのポスターだけ某フリマサイトとかで5000円とかで取引されたりするぐらい。へえ、バンドリってナビゲーター使ってる人はいないですか？ナビゲーターはいない。あまだいない、ね、ただ俺が使ってる ESP のあのスナッパーとアドはどっちも使ってるキャラが多い。へあのいかつい V 字の、あーいいっすね。あれを使ってるモルフォニカっていうバンドのトーゴちゃんっていうキャラクターとか、はいはい、あとはスナッパーはあれだ、ポッピンパーティーのギターの花園のタエちゃん、青いやつ使って、俺はその黒いやつ使ってる。ぜひねこうメロディックとかポップパンクのバンドもなんかナビゲーターとかで出てくれたら、個人的にはちょっとそのタイミングとかだったら普通にやってみたりしたいなと思いますけど、うん、音ゲーですもんね。そう音ゲー、こういうシャ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 ンってこういう音ゲー苦手なんだよないや俺もあんま上手くないよ。ああそうなんですか、ね、あの若い頃は、若い頃だってまあ俺らの、まあ、
まだもう20代まだ後半ですけど20代後半ですけどまだとは言い難いくらいの やっぱ20代前半の頃はね、こう流れてくるちゃんとあのノーツこう譜面が終えてたんだけど、はいはい、今やるとね、もう指もなんかこうスポーツ関係って言い方あれかもしれないけどこうあれなんか昔できたのに今できんわみたいな、そういうのはね、ちょっと増えてきたね、はいはい、話聞かなまあ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 、でも今回こんな感じでね、楽器レビュー初めて2人やってみましたけど、ね、結構手探りだったけど面白かったっすね。ね、面白かったね。やっぱりさ、これ絶対欲しい人いると思うよ、バンドの。絶対いる。モデルはすごい人気だし、知らない人でもこのね、見た目かっこいいからね、うん、なんかあの買っちゃう人いるんじゃないかな。全然いると思う。で、あとはまあ ESP の本家のモデルに手が届かなくても、これをカスタムベースにして、うん、こう本家のハードウェアバッバッバッってつけていけばさ、確かに、かなり近くなるんじゃないかなっていうクオリティではあるよね。確かに確かに、うん、これね、それこそさっき言ってたけど、これにあのダークグラスのトーンカプセルとか乗っけてる俺はちょっとね、それガチでやろうと思います。アクティブにしたりしても面白いんじゃないかなみたいな、まあ、そんな感じでもね、結構ね、シグネチャーって面白くて、うん、僕も昔結構シグネチャーばっか使ってたじゃん。あのファクトのファクトのシェクトのシェクトじゃない、シェクターのベースね。ファクトのシェクターのベースずっとメインで使ってたり、うん、ホルモンの上ちゃんのサドス聞いたものも。ああ、持ってたね。うん、それこそファクト仙台公演来た時に、うん、あの宅屋入れてもらったりね、サインもらってなかった、ね、サインもらったり、それこそともひろさんにサインもらったりしてましたんで、うんうん、まあね、割とね、なんかシグネチャー、やっぱりアーティストは多分買ってもらえるの嬉しいと思うし、やっぱりその自分もさ、その好きなアーティスト誰々が使ってるこのギターって持ってるとさ、こうモチベーションが上がるよね、やっぱりさ、なんかね、それこそこれ持って、それこそバンドリのなんかそのセッションとかコピーバンドとかね、出たらね、めちゃくちゃ多分あの生活は充実すると思う。クオリティオブライフが QOL が充実する、ね、そう多分ね、そのうちガンにも効く、そのうちガンにも効く、ね、いいよね、はい、ということでね、今回こういうのやってみましたけども、ちょっとね、オルグリーンというか、まあこのチャンネルというかでね、まあ、今後この2人で、まあ、ちょっと近く、それこそ最近だとなんかうち同期とか入れてるし、そうだね、レコーディングも自分たちでやってるんで、そういうなんかノウハウとかもね、 YouTube 通してこう発信していくような動画作れたら面白いねなんて話もしてたので、ぜひぜひ、チャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。あの最後に俺の宣伝もし、あ、どうぞどうぞ。俺も個人で YouTube チャンネルやってて、そうこういうバンドリの弾いてみた動画、まあギターだけどね、ベースは全然弾けんから、でも結構再生されてますもんね。そうギターの弾いてみた動画とかあげたりとか、それこそまあトーク、宮城県仙台市でバンドリセッショントークっていうイベントとか、まあ今はもうちょっと主催からは外れちゃったんだけど、そういうイベントとかもまあやってるので、まあよろしければぜひ下の概要欄に僕のチャンネルを貼っておきますので、貼っておきます。そちらも、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、次の動画もちょっと期待して、待っておいていただけるとありがたいでございます。頑張ります。まあ、ポールグリーンの、ね、音源なんかもいろいろ出てますので、それも下に貼っておくんで、チェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、またよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。あ、忘れてた。
いいですね多分めっちゃ滑ってくる